初めての方いらっしゃって、大谷、育英さん。はい、よろしくお願いします。初めまして。うん、ピカチュウの声ですよ。ピカチュウや。ピカチュウ、ちょっと言っていただきます。ピカチュウ。いや、似てないから。本人ですからね。かわいいですね。じゃあ、オペお願いいたします。ピカピカ。いや、これや。これや。こういうお顔になってるんですか。いや、すいませんって今さら謝ってもうても。ピカチュウさんは、大谷さんは他はどんな声なのってやってらっしゃるんですか。私で、動物系多いんですけど。犬とかどうなるんですか。犬をやると犬、子犬しかできない。子犬、ちょっと待ってください。できる。やっぱ違いますね、プロっていうのは。ピカチュウさんは何がダメなんですか。私は椎茸がダメです。いや、何がバカですよね。ねえ、何がハーなんですか。いや、なんかもう声聞くためにおかしい。椎茸じゃなくて声がもうピカチュウの最初の話。な決めつけなんですけど、はい、太った人は神経質じゃないって思っちゃうんです。だから太るんですよね。なんかおおらかっていうか、まあいっかって何でも。ほんで太った人はおおらかって言うたりよ。神経質じゃない。すいません。それで頑張って、それで私もっともっとガリガリだったんですけど、全然太れなくて、大きくなりたくてすごいご飯食べたりとかしたんだけど、もう一向に上も横も伸びずっていう状態がずっと続いて、ご飯5杯ぐらい食べても、それでまあいっかって思い始めたら太り始めたんです。はい、だから神経質だったの。ああ、なるほど。まあいいかと思った瞬間ブクブク太り出した。ずっとこいつまあいいかと思ってるから。そうなのね。まあいいかってずっと思っちゃったんです。伊集院、これは、この決めつけは神経質。伊集院は神経を使うてるよな、それなりに。食うことに関してはもちろんそれは神経質じゃないですけども、うん、いやでもね、太ってても結構ね、神経細やかだったりしますよ。じゃあそれは違うよ。何腕組んでんのお前は。いや今いろいろ振り返ってみたんだ。勝負審査役お前は。するね、これは。例えばちっちゃい声で誰かがこうって全然知らない人が話してる中にブタって話出たらピュッて言って。そうなっちゃう。それ悪口に反応してるだけやろ。舞台監督って言葉でも今ブタッブタッ。俺とデパートになってもっと苦しいやろ。デパート、デパート。